佐賀競馬8レース門松賞です。能力偏差値ですが、B ランク3頭、C ランク2頭のレースになります。統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に適正を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20マイル打ちました。能力偏差値トップ、1番の馬からです。金5走では2走前、4走前、5走前と黄色線を上回りました。能力的には上位3頭、混戦の1頭だと思います。全部比較してみますと、この馬の灰色は他の有力馬と大差なく混戦であることがよくわかります。距離適正を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1300メートルです。指数の青線がピークとなっている2走前は1300メートル、5走前は1600メートル、2月の高地は1300メートルです。1300は適距離だと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。指数の汚染がピークとなっているところですけれど、2走前は4番手からの競馬、5走前は5番手からの競馬、2月の高地は花を切っての競馬になっています。先行した方がいいタイプだと思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角予想図ですが、逃げ馬2頭、先行タイプ5頭ということで、ミドルペースを予測します。客室による有利不利は少なそうです。新機能の展開分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は48で2位、上がり指数は40で1位になります。ここは楽に先行できる先行力を持っています。展開面はプラス評価していいと思います。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の首都開催になります。今回は約半年ぶりの休み明けになります。過去に遡って休み明けがどうだったか見てみますと、ここの休み明けは指数を大きく上げています。中央でのここの休み明けは休み明け前とほぼ変わらない指数を出しています。休み明けはリスクにならないと思います。次に暫定丸を打っております。能力偏差値。2位、6番の馬になります。金5走では2走前と3走前に黄色線を上回っています。特に3走前の高地は黄色線を17上回る優秀な指数です。能力的には20丸打った1番と同等以上で混戦の1頭だと思います。指数の青線の傾向を見ていくと、指数の上下が非常に激しいタイプになります。当てにできないタイプだと思います。距離を見ていきますと、指数の青線がピークとなっている3走前は1300。5月の高地は1400になっています。1300も守備範囲だと思います。展開面見ていきますと、指数の汚染がピークとなっているところですが、3走前は2番手からの競馬。5月は3番手からの競馬です。後位からの競馬がいいタイプだと思います。新機能の展開分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は41で6位。上がり指数は29で9位です。ここは好位につけられないリスクがあります。展開面はマイナス評価をした方がいいと思います。この馬は約4ヶ月ぶりの休み明けになります。過去に遡って休み明けがどうだったか見てみますと、ここの休み明けは大きく指数を落としています。ということで、休み明けはマイナス評価をした方がいいと思います。次に暫定黒三角打っております。能力偏差値3位、4番の馬です。
金5走では5走前に黄色線を上回っています。能力的には上位2頭には若干劣りますが、連打資格は十分だと思います。距離を見てみますと、指数のピークの5走前は1400です。7月の高地は1700です。1300は若干短い可能性が高いと思います。展開面見ていきますと、指数のピークの5走前は花を切っての競馬。7月は4番手からの競馬になっています。花を切って逃げがいいタイプだと思います。この馬の先行力ですが、45で5位、上がり指数は29で8位になります。ここは花を切れない可能性が高いと思います。展開面はマイナス評価をしていいと思います。以上、適正分析を考慮しました。最終予想の印になります。本命20丸打ったのは1番です。能力偏差値トップの B ランク、距離、レース展開の面で高評価しました。対抗丸を打ったのは11番です。能力偏差値4位の C ランクですが、距離でリスクがあるものの、レース展開、枠順、対戦成績を高評価しました。馬券の方ですが、20丸打った1番、丸打った11番、黒三角4番、白三角6番、ここまで横一線です。この4頭を広めに、3連携なら、×を打った8番まででいいと思います。